皆さんこんにちは。今回のトピックはエンティティコンポーネントシステム ECS における最適化です。今回の内容は少し前に公開した ECS 入門編の続きになります。まだご覧になっていない方はそちらを先にチェックしてみてください。さて、前回のチュートリアルでは分かりやすさを優先するためにあえてパフォーマンスの話を避けて解説しました。今回はそのパフォーマンスの話にいよいよ切り込んでみたいと思います。前回はたった3体の人形を動かすデモでしたが、今回はこれを一気に5000体にまで増やします。ここまで増やすとなるとさすがに何らかの最適化を行う必要が出てきますよね。今回は ECS における最適化手法の中でも特に簡単に実践できるものを紹介してみたいと思います。それではまず5000体の人形を配置する処理から作りましょうか。当然5000体を手作業で配置するわけにはいかないので、プログラムで生成します。まずは人形のプレファブを作りましょう。ECS でも従来のユニティと同じようにプレファブが使えます。作り方も全く同じです。ヒエラルキーからプロジェクトビューにドラッグ&ドロップで簡単にプレファブが作れます。次にこのプレファブを参照するためのコンフィグコンポーネントを作りたいと思います。生成する個数や範囲についてもこの中で設定できるようにします。コンフィグオーサリングスクリプトの中身はこんな感じです。コンフィグコンポーネントの中ではプレファブをエンティティ型の値として持ちます。オーサリングクラスの中では従来通りゲームオブジェクトの参照として持っていますね。そして、ベイクメソッドの中で、getEntity を使って変換を行っています。この getEntity メソッドは、従来のゲームオブジェクトベースのプレファブを ECS にベイクする機能を持っています。何気なく使っていますが、実はかなり重要なメソッドです。さて、次は、このコンフィグコンポーネントの設定に基づいて、インスタンスを生成する処理を書いてみましょう。名前はスポーンシステムとしました。まず最初にアップデートイングループアトリビュートを使ってアップデートのタイミングを明示的に指定しています。インスタンスの生成処理は他のアップデートよりも先に実行したいのでこのような指定を行っています。そして今回はオンアップデート以外にオンクリエイトメソッドも実装しています。オンクリエイトの中ではリクワイアフォーアップデートメソッドを呼んでいます。こうすることで、このシステムはワールド内にコンフィグコンポーネントが存在する場合だけ実行されるようになります。これをわざわざ指定した理由はオンアップデートの中にあります。ここではシステム API のゲットシングルトンを使って、ワールド内にたった一つだけ存在するコンフィグを取得しています。コンフィグが存在しない場合は実行したくないので、リクワイアフォーアップデートの指定を行ったんですね。ECS のサブシーンは非同期ロードされるため1フレーム目からコンフィグが見つかるとは限りません。そのため今回やったようなコンフィグが存在しない場合への対策が必要になります。次にプレファブのインスタンス化を行います。インスタンシエイトメソッドは元になるプレファブと生成するインスタンスの個数を指定します。大量のエンティティを生成する場合は、まとめて1回で行った方が絶対に早いので、このように個数を指定しましょう。次はコンフィグに設定された乱数シードを使って、各インスタンスの位置やパラメータをランダムに変えていきます。システム API の getComponentRW を使うことで、各コンポーネントへのアクセサを取得できます。まずはランダムな位置と回転を生成してトランスフォームに代入していますね。次はダンサーとウォーカーのパラメータをランダムに生成しています。ちなみにこのランダムメソッドはコンポーネント側に実装してあります。そして最後にステートのイネーブルドにフォルスを代入することでこのシステムの動作を停止させます。これがないと次のフレームも同じスポーン処理を繰り返してしまうので必ず止めるようにしましょう。これでひとまず実行してみましょうか。設定した通り5000体のエンティティが生成されました。
プロファイラーを使って負荷を計測してみましょう。約 3.2 ミリセカンドかかっているようです。むちゃくちゃ重いわけではないですが、やっぱりまあまあ時間がかかっていますね。それではこれを最適化してみましょう。ここでは最も簡単なバーストコンパイラーを使った最適化を行ってみたいと思います。とは言ってもやることは簡単です。スポーンシステムのオンアップデートメソッドにバーストコンパイルアトリビュートをつけるだけです。これでこのメソッドの実装はバーストコンパイラーによって高速なネイティブコードへと変換されます。本来このバーストコンパイル機能を使うにはかなり厳しい制約を守る必要があります。例えばマネージドクラスを使ってはいけないなどですね。ですが ECS ではこの制約を守ってコーディングできるように様々な工夫が凝らされています。先ほど書いたこのコードもその制約を自然と満たしているので、バーストコンパイルをそのまま使うことができます。それでは実行してみましょう。実行の前にジョブスメニューの中にあるシンクロナスコンパイレーションをオンにしておくことをお勧めします。バーストコンパイラーは基本的に非同期にコンパイルを行います。そのため計測時にコンパイルが終わっていない可能性もあります。プロファイリングを行う際にはこのオプションをオンにして確実にバーストコンパイラーを適用するのがいいでしょう。実行してプロファイラーで確認してみると 0.56 ミリセカンドにまで減っています。5倍以上の高速化となりますね。バーストコンパイルアトリビュートをつけただけでこんなに速くなるのはかなり美味しいと思います。さてこれで最初の1フレーム目はだいぶ高速化されましたが、その後の処理については遅いままです。プロファイラーで確認してみると、ウォーカーシステムは 6.6 ミリセカンド、ダンサーシステムは 5.7 ミリセカンドもかかっているようです。これらの処理についても高速化を行っていきましょう。まずは先ほどと同じくオンアップデートにバーストコンパイルアトリビュートをつけてみます。ひとまずこの状態で測定してみます。プロファイラーで確認すると約 0.2 ミリセカンドにまで減っていました。10倍以上の高速化ですね。この時点で十分にインパクトのある高速化となっています。さて今回はここからさらにもう一歩踏み込んでみたいと思います。具体的には C シャープジョブシステムを使ってこの処理の並列化に挑戦してみます。まず現在のオンアップデートの実装はこんな感じです。そしてこれをこんな風に書き換えます。中身はそんなに変わっていませんね。こちらがオリジナルです。そしてこれが変更後です。横に並べて比較してみましょう。まず C シャープジョブシステムにおいてジョブはストラクトとして実装します。インターフェースは iJob Entity を使用します。通常 C シャープジョブシステムでは iJob や iJob Parallel 4などを使います。ECS には専用のインターフェースとして iJob Entity が用意されているので、それを使うことになります。また、例のごとくパーシャルキーワードをつけていますね。ここでもソースジェネレーターとの共存が必要になるわけです。経過時間はストラクトのメンバー変数として受け取るように変更しました。そしてエグゼキュートメソッドを実装しています。元のコードではクエリーの結果を for each ループで処理していましたよね。iJob Entity ではこのエグゼキュートメソッドの実装がクエリーの代わりとなります。クエリ条件を引数として記述すると、それに合致するエンティティを自動的に探して実行してくれるわけです。なんだか魔法のようですが、必要なことはすべて ECS とソースジェネレーターが自動的に行ってくれます。後の処理の中身はほとんど同じです。次にこのジョブを発行する処理をオンアップデートに記述します。まずはダンサーアップデートジョブを初期化します。先ほど見たように経過時間をメンバー変数として代入しておく必要があります。そしてスケジュールパラレルメソッドを使ってこのジョブの実行を予約します。なおこのジョブはここで即座に実行されるわけではないです。ジョブシステムの管理下で非同期に実行されます。
これらの変更を適用した上で、プロファイラーによる測定を行います。こちらのメインスレッド上の処理は、ジョブの登録を行っているだけなので、異様に短いですね。0.02ms ぐらいしかかかっていません。実際にジョブが実行されているのは、どうやらこの辺りのようですね。マルチスレッドで並列に実行されているのがわかります。こちらもかなり短いです。最も長いものに注目してみても、0.04ms 程度しかかかっていないようです。ということで、合計しても 0.1ms 未満ということになるでしょうか。値が小さすぎて正確さに欠けるのですが、まあ10倍ぐらい速くなっているようです。ウォーカーシステムについても同様の最適化を行ってみました。もともと 6.7ms かかっていたものが、バーストコンパイルを適用することで 0.29ms にまで高速化しました。その後、さらにジョブへの変換を行ったところ、0.07ms にまで減りました。これで5000体の人形も 60fps で問題なく動かせるようになりました。もっと数を大きくすることもできますが、そうすると今度は描画処理の負荷がボトルネックになるでしょうね。今回はこの程度で止めておきたいと思います。なお、今回のサンプルプロジェクトも GitHub で公開しています。概要欄に URL を載せておきますので参考にしてください。こんな感じで今回は ECS における最適化について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。意外と簡単にできるもんだなと思ってもらえれば嬉しいですね。ただ実際にはこんな簡単に最適化を行えるケースは少ないと思います。今回はサンプルの内容が単純だったので、極めて簡単に最適化を行うことができました。実際のゲームにおいてはシステムの実装はもっと複雑なものになるでしょうし、システム間に複雑な依存性が生じることもあると思います。またどうしてもマネージドクラスを使わなくてはいけなくて、そのせいでバーストコンパイラーを使えないということもあるでしょうね。そういった難しいケースについてはまた別の機会に取り組んでみたいと思います。またもし具体的にこういう問題を ECS で解決するにはどうしたらいいのかわからないというような疑問がありましたら、コメントに書き込んでみてください。今後の内容の参考にさせていただきたいと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。